またマスコミが探偵の印象操作をしてるみたいだよ。まあ最近のマスコミは印象操作だらけだから別に驚かないんだけどね。まあそれも問題なんだけど、今日の印象操作は何かというと、ゲル。ゲルといえば、みんなももうわかるでしょ？そう。次期総理世論調査。マスコミは何回も何回もこんな世論調査やってるけど、何の意味があるの？そもそも総裁選は自民党議員が投票するんだから、この世論調査自体無意味でしょ。それなのに、なんでこうも何回も次期総理世論調査をやるの？しかも調査結果は、安定の石破茂がトップ。意味がわかんないんだけど。今回の記事内容を読み上げると、FNN は12月14、15日の両日、全国の有権者1000人を対象に電話世論調査、固定電話足携帯電話、RDD 方式を実施した。その中で、次の総理大臣に最もふさわしいと思う政治家は誰かについて10人の政治家の名前を挙げて聞いた。結果は次の通りだった。石破茂 18.5% でトップって。マスコミはこの世論調査を実施してどうしたいの？石破茂の株を上げたいの？政治に無知な人たちに向けた印象操作なの？政治を少しでもかじってる人であれば、石破茂が今までやってきたことを十分わかってるから、そう簡単には騙されないんだけど、政治に無知な人だったら、すんなり騙されるんだよね。結果、すでにマスコミによって、安倍顔脳になってる人がたくさんいるもんね。今の時代、インターネットの普及により、マスコミの印象操作に騙される人が少なくなったのは確かだけど、未だにマスコミの印象操作に騙される人がたくさんいるのも実情。そういった実情は決して無視できない大問題なんだよね。今後もそういったマスコミの印象操作に対しては、世耕氏のような政治家や日本国民で常に監視指摘し、是正していくしかない。そうしないと、マスコミの印象操作はなくならないと思うから。しかし、マスコミの印象操作はいい加減にしてほしいものだね。もううんざりだよ。